丈夫よ。心の準備はとっくにできていた。それでも母の口から直接聞いたとき、少し胸が痛んだわ。母の支援があればきっと下層部の医療物資不足は解消されるわ。そうすれば絶望している多くの患者たちも希望を抱くことができるはずよ。一日中母とゆっくり昔話をしたいけど、今はもっと大事なことがある。下層部に戻りましょう。助けを必要としている人たちにこのいい知らせを伝えないと。ナターシャお嬢様、お待ちください。オスウェル、母と一緒に戻ったはずよね。どうしたの？ナターシャお嬢様、申し訳ございません。実は直接お伝えしなければならない大事なお話があるんです。母の前では言えないことなのね。お嬢様は幼い頃と同じように鋭く聡明でいらっしゃる。実は上層部と下層部が封鎖されてから最初の2年間ほど、バフ坊ちゃんからの手紙が何通も届いていたんです。何ですって？バフからの手紙、本当なの？もちろんです。お嬢様、私が坊ちゃんの筆跡を見間違えるはずがありません。お嬢様もそうでしょう。実は坊ちゃんの手紙は全てお嬢様宛でした。封鎖令のため下層部には届かず、旧宅に戻され私が受け取っていたのです。なぜ父と母に手紙を見せなかったの？私は申し訳ございません。お嬢様、実は気になり一度だけ手紙を読んだことがあるんです。中には旦那様と奥様には知られないようにと書かれておりました。ですので見つからない場所に全ての手紙を隠して、お嬢様が上層部にお戻りになられた時に渡すことにしたのです。ナターシャお嬢様、この選択が正しかったのかどうか私には分かりません。私はただ旦那様と奥様が思い悩む姿を見たくなかったのです。今手紙を持ってるの？オスウェル、見せてちょうだい。もちろんです。どうぞ。お嬢様もきっと坊ちゃんの筆跡だとわかるはずです。
だあの吹雪をさまよって。何でもないわ、独り言よ。行きましょう。過去の影を追いかける時が来たわ。ひどい寒さね。こんな環境下で人が生きていけるとは思えないわ。吹雪免疫なんてものが本当にあるのなら話は別だけどね。もっとペースを上げましょう。投資する前にバフの痕跡を見つけないと。見て、ここに実験器具のようなものがあるわ。バフが残したのかもしれない。廃棄された試験管やビーカーみたいな容器しかないわね。試薬のサンプル、実験記録のメモすらないわ。私は兄をよく分かってる。彼は実験に対して恐ろしいほど厳格だったわ。どんなに厳しい環境での実験でも結果の記録を怠ったことは一度もなかった。雪原の奥の方も探索したいんだけど、君は大丈夫？気温がどんどん下がってる。でもここまで来て諦めたくないわ。大丈夫よ、遅延のボスを見くびらないで。行きましょう。今まで考えたことはなかったけど、今回は剣僧者たちが崇める神が少しでも私たちに運を分けてくれることを祈りましょう。市民か、城壁の外にいるだと。おい、二人とも動くな。あのシルバーメイン、私たちに向かって叫んでいるのかしら。あ、忘れるところだったわ。許可なくベロブログを離れるのは犯罪だったわね。どうやら弁解が必要みたい。殊勝な態度ではあるが、今の話は信じがたいな。隊長、この医者のネックレスを見てください。彼女の言ったことは本当かもしれません。それはバフ先生と同じ。私と兄は確かに同じネックレスをしているけど、どうしたの？バフを知っているのね。あなたは本当にあの方の妹なのか？彼は俺たちの命の恩人だ。命の恩人？そうだ。城外で巡回をしているシルバーメインは皆死と隣り合わせだ。モンスターが徘徊しているだけじゃない。毎年この極寒のせいで殉職する兵士は少なくない。バフ先生が残してくれた交換薬のおかげで氷像になる心配もなく、この雪原で野営や巡回をすることができるようになったのだ。交換薬、吹雪免疫ね。それは俺たちにもわからない。バフ先生はいつも神出鬼没で、俺たちの正体は一度しか会ったことがないんだ。彼はあまり話をしたくないらしい。毎回薬箱を特定の場所に置いて巡回している隊に持っていかせているんだ。彼の薬の効き目は強力で、小さな瓶一つで1週間は寒さを感じなくなる。そういえば前にバフ先生が目撃されてからだいぶ経っているな。だいたい3年くらいか。無事だといいな。つまり彼は
本当に雪原で実験を成功させたのね。それで君たちは薬に副作用はないの？副作用？特に何も感じないな。不便な点があるとすれば、薬が切れるまで町に戻れないことだろうか。体中が熱くなるから、町に戻るとあまりの暑さに汗だくになってしまうんだ。情報を提供してくれてありがとう。私たちはもう少し雪原の奥まで行って兄の安否を確認するつもりよ。どうやら決意は固いようだな。護衛をつけたいところだが、勤務中の小隊が無断で持ち場を離れることは固く禁じられているんだ。こうするのはどうだ？これはバフ先生の交換薬だ。持って行ってくれ。話が本当なら二人とも自分で自分を守れるだろうし。ありがとう、もらっておくわ。待って、あそこにモンスターがいるわ。見えた？モンスターの後ろに何かがあるよね。そうだわ、吹雪免疫。飲むかどうかは君が決めて。戦闘準備はバッチリよ。君の背中は私に任せなさい。気づいてる？バフの薬が効き始めたみたい。こんなに暖かいのね。こんなに近くで君が戦う姿を見たのは初めてね。かっこよかったわ。さすが仮想部の英雄ね。向こうを調べてみましょう。バフに関するものが見つかる予感がするの。これは実験記録、バフの筆跡よ。ここが彼の最後の実験室だったのね。君も見ていいわよ。最後の実験は2年前のようね。その後に何が起きたのかしら。実験記録の内容から察するに、彼は今も吹雪免疫を改良する方法を探しているようだけど。兄さん、一体どこに行ったの？どこに？ごめんなさい、取り乱してしまったわね。オスベルが保管していた手紙を見たとき、わずかな希望が胸に芽生えたの。こんな危険な場所までついてきてもらったのは私のわがままよ。彼がしたことは許せないわ。兄に会いたいという気持ちをごまかすことはできない。
私は喜ぶべきだったのかもしれないわ。完璧とまではいかなくても、彼の忍耐は報われた。彼は心の安寧を得たのかもしれない。罪のない人を傷つけた加害者であることも、かつて犯した悪事も忘れないわ。バフは医者という肩書きに泥を塗ったの。私が一番分かっているわ。悪魔の手から生まれたものだとしても、吹雪免疫は後世の人々の助けになる。人という生き物は本当に矛盾だらけね。これらの実験記録と資料は持っていくわ。バフの未完の研究は私が引き継ごうと思うの。いつの日か完璧な吹雪免疫をこの世に誕生させてみせる。でもここを離れる前にもう一つだけ手伝ってほしいことがあるの。これが最後だって保証するわ。これでいいわね。吹雪の中で少しでも長く立ってくれるように祈るわ。確かにそうね。少し考えてもいいかしら。バフ、我が兄、これでいいでしょ。私の最後の願い事を見守ってくれてありがとう。さようなら、兄さん。父の教えをまだ覚えているかしら。医者に患者を選ぶ権利はない。子供たちよ、覚えておきなさい。助けを求めてきた人を決して見捨ててはいけない。決してだ。別のことで手伝ってもらいたいんだ。もうすぐ私と親父の誕生日なんだ。毎年この時期になると私と親父はお互いにプレゼントを用意して一緒に誕生日を祝うんだ。そうだ、何か問題があるのか？ボルダータウンに来てから親父の仕事は前より忙しくなって、家に帰ってくるのも遅くなった。だから私は親父がくれたお小遣いでプレゼントを買いたくない。えひひん。で、なんで上から目線なんだよ。実はお金になる私の宝物がリベットタウンに残ってるんだ。あそこに放置しておくのはもったいないし、もし持ち帰って高値で売れたら、私は誰にも頼らずに親父へのプレゼントを買える。私だって今のリベットタウンが危ないのは知ってる。だからお前にボ
ボディーガードを頼みたいんだ。そうすれば魔女ババアに見つかっても怒られるのは私だけじゃない。じゃあ約束だ、リベットタウンで会おう。私は安全な場所で待ってるから、絶対に来るように。ずっと待ってたんだぞ。わかった、とにかく来てくれたならいいんだ。ところでいい知らせと悪い知らせがあるんだけど、どっちから先に聞きたい？この計画をモグラ島の仲間に話したら、ジュリアンからあいつの宝物も持って帰ってきてほしいと頼まれた。持ち帰らなければ私たちの計画を魔女ババアに話すって。いい知らせはジュリアンが私たちの冒険に出資してくれたことだ。ほら、このスコップはあいつがくれたんだよ。な、何を、ドスクロのフック様に怖いものなんてない。ふん、ほら、宝物は向こうから歩いてくるわけじゃないんだから、早く出発しよう。ジュリアンの父さんと母さんは昔この辺りで商売をしてたんだ。私たちが町を離れた時、あいつには時間がなかったみたいで、ここに残したものがいっぱいあるんだって。宝物を探すのはそんなに難しくないと思う。あっちを見てみよう。あった、ジュリアンの宝物だ。鍵じゃない、ビー玉の方。ほら、いろんな色がある。ここまで揃えるのはすごく大変なんだよ。鍵じゃない、このビー玉こそがあいつが探してる宝物だ。でもちょっと気になるな、この鍵は何に使うんだろう。戻ったらジュリアンに聞いてみよう。なんだよその顔は。知ってるぞ、お前はビー玉なんて価値がないと思ってるんだろう。教えてやる。このビー玉はモグラ島にとってとても重要な意味を持つんだ。これのおかげでジュリアンはモグラ島をピンチから救い出し、2番手の座を手に入れたんだから。また大人の上から目線？今回は本当のピンチだってば。その昔、孤児院の子供たちと町の子供たちは険悪なライバル関係にあったんだ。あいつらは親からお小遣いをもらってたから、よく孤児院まで私たちをいじめに来てたのさ。ある日、モグラ島はあいつらからビー玉遊びで勝負したいと挑戦状を叩きつけられたんだ。みんな自分たちの実力差は分かってた。孤児院のみんなが道端で拾ったビー玉がお金持ちの子供のビー玉にかなうわけがないからな。それでもあいつは、ジュリアンは挑戦を受けることにした。そして色とりどりのビー玉を勝ち取ったんだ。すごいだろう。そうだよ、どうしてジュリアンがこの宝物を探してくれって頼んだのか、これでわかった。よし、おしゃべりはここまでだ。次は私の宝物を探そう。いよいよ本題だ。私の宝物は孤児院の下、
それからコークの入り口付近に隠してある。なんか私の覚えてるリベットタウンとは違う気がする。孤児院はこんなことになってないよね。後ろに地髄とかたくさんの箱とかがあったんだけど、どかされたりしてないよな。覚えてるのはこれだけだ。でも心配はいらない、私も一緒に探すから。もしかしたらお前より先に見つけられるかも。ミニボーリングマシンは親父の採掘チームにいたおじさんがくれた誕生日プレゼントなんだ。今開けるから、よいしょ。今は話しかけないで、冷静になる時間が欲しい。今は話しかけないでってば。よく考えさせて。名誉隊員、ジュリアンのビー玉はいくらで売れると思う？売るっていうのは冗談だけど、ジュリアンの宝物は見つけたのに私には何もないなんて、こんなの不公平だ。でも修理ってたくさんお金がかかるんだろ？それって損じゃないか。ダメだ、親父が言うにはおじさんは迷子になってそれから見つかってないんだって。よくわからないけど、すごく遠いところに行ったらしい。いつ戻ってくるかわからないし、絶対に無理だよ。待って、私にはもう一つ宝物が。孤児院にも宝物があるんだ。売りたくないものだけど、親父のプレゼントのためなら仕方ない。頼む名誉隊員、もう一回だけ手伝ってくれ。あと一回だけ。ない、これが最後だから。